全日本格闘技決定戦30分一本勝負、チャパリーター対前川組子組対玉田リエ、フカワユミの対戦であります。この試合に勝利したチームが第20代王者となるという決定戦であります。これはですね、吉田玉田組がですね全日本格闘技を持っていたんですけども、吉田玉田組がホースを参加ということをきっかけにですね、まあなんていうんですか、タッグ解消王座返上と そうですね、形に受けましての決定戦ということになります。いやー、空中分解というか、まあ、消滅という形で、とりあえず最初にと。そうですね。はい、 試合、ちょっとね、この野郎、 前からなんかぶつかまっちゃうの、一番まずいんですよね。ですから率先して、玉田に、いいとこに来たら、いい状態で、まあ、なんかドロップかなんかするんでしょ、渡してやるという。そうですね、いいところよかったですけど、いい味出しますね、前からもね、相手はね、来ていないと。
この絡みは面白いと思いますよ、ね。まあお互いライバル意識を燃やしてることでしょうしね。玉あたりは前川には自信持ってると思いますね。なるほど。相手と違ってもI'm gonna go!
でした。贅沢なお姉さんね。おおっと。回転ものでしょうね。はい、これ、ああ、3度目のミサイル。